今年度の最低賃金を決める各都道府県の地方審議会で新たに埼玉や千葉など5つの府県で時給が1000円を超える改定額となったことが共同通信のまとめで分かりました埼玉の改定額は1028円で正式に決定すれば初めて1000円を超えることになります埼玉地方最低賃金審議会は 県内の最低賃金を時給1028円に引き上げるよう埼玉労働局の口良俊治局長に答申しました現行の時給987円から41円率にして4.15%の引き上げで引き上げ額、引き上げ率ともに過去最大です今月22日まで関係労使からの異議申し出を受け付け 最終的な引き上げ額は10月1日から適用されます各都道府県の地方審議会で時給が1000円を超える改定額となったのは新たに埼玉、千葉、愛知、京都、それに兵庫の5つの府県となりましたこれにより最低賃金が1000円を超えるのは現在の東京、神奈川、大阪と合わせ8つの都府県となります